昨日は本当はお話し会だったんですけど、自分の体調、心身ともに万全な状態ではなかったので、昨日は休んでしまいました。それで、私のお話し会を待っていてくださった方に本当にくださった方もそうですし、スタッフの皆さんとかにもご迷惑をかけまして、すいませんでした。そして今もなお心配をしてくれてる皆さん、ありがとうございます。私の体調は元気です。門脇さんは大丈夫なのでそんなに心配をしなくても大丈夫です。本当にご迷惑をかけましてごめんなさい。大丈夫だよ、全然無理はしてないので大丈夫ですありがとうございます。しかも昨日は明日よろしくも私が担当だったんですけど、明日よろしくもちょっとお休みさせていただいて、今日明日よろしくやる予定に やることになりました。ね、でもいつ何時にするかとかはちょっとまだよく分かってないんですけど、なので見てくださったら嬉しいなと思います。なんだろうね、いやもう自分でもちょっとなんかびっくり、なんか、まあ、最近ね結構こういうこと多かったんですよ。実は体調が良くない時が
あったんですね。でもまあいけてたし大丈夫大丈夫だろうみたいな感じだって、また昨日も同じ感じになって、うん、そしたら参加することが多分で、最初は午前中までちょっと休ませてもらう予定だったんですけど、その後から参加ができない状況になっちゃって、皆さんの前で笑って楽しい話ができなくなできないかもしれないって思いました。でお母さんも兜作ってくれたんですよ。昨日は子供の日だったので、子供の、そう、兜をねお母さんが作ってくれてて、折ったやつなんです。朝からもう作ってくれてたんで、皆さんは天使ですね。ありがとう。いつもいつも。私の味方でいてくれて。ありがとう。体調は良くなりました。良くなったと思います。とりあえず今日も一応おとなしくしたしとし、し、して、します。明日よろしくも夜にすると思うので、はい元気です。元気なんです。先輩をかけてしてまってしま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 
心配をかけてしまってごめんなさい。もう門脇さんは元気なので元気です。何でも、皆さんご心配なさらずに。ひなちゃんに変わってもらえてもよかった。そんなことできないよ。そんな迷惑かけられない。もうかけてるんですけど。今と話したいメンバーもなんか心配してくれて言ってくれてました。だって女の子だもんね。走らなきゃ走らなきゃ女の子だもん。恋をすると走りたくなる。もさんもなはってありがとうございます。全力疾走。炎上記者見ましたか？あ、いや見てないです。可愛かったんですか？久しだよ。クラッカーありがとうございます。ポンタフトシさんはってありがとう。フさんルンありがとう。元気な姿見れて安心してる。安心してください。大丈夫です。心配してくれてありがとうございます。なんか自分がもうよくわかんないんです。モーさん、ハト、トラワニヒロさん、レインボースター、ありがとうございます。お悩み？お悩み相談室？なポジションになる。ポーズって言う。あ、あはは、はポジティブだね今日も。
ラでも、ああ大丈夫大丈夫、メヘラじゃないよ、私はヘラヘラじゃないよ。ポジポジコジコジみたいな感じで、ポジポジ、まずは肉でも食べて。そうだよね、肉食べたい。ハロさん、モンさん、ハート、ありがとう。焼肉おごろうか、うん、昔からおじさん、レインボースター、ありがとうございます。あと皆さん、あれ、あ、 CC オイル、 CC ミルクの投票してくださった皆さん、ありがとうございました。私がダウンしてる時にもう決まってしまって、締め切りが終わってしまってたと思うんですけど、最後までありがとうございました。うん、でもやっぱり結論から言うとどっちも素晴らしいってことですよ。そうだから、CC オイルと CC ミルクね、まあ、予想は予想、うちはうちみたいな感じでそう、予想には予想の良さがあり、うちにはうちの良さがある。みんな違ってみんないい、そういうことです。 CC オイルに投票してくれた方も CC ミルクに投票してくれたもたもちょっと略しちゃった、ありがとうございます。このなんて言うんだろう、企画イベントに参加してくれたこと時点で嬉しいので、ありがとう。私もね持ってるんですけどね、 CC ミルクめっちゃ持ってるんですけど、 CC ミルクでも CC オイルも持ってるんですけど、でも私もミルク派なんですよね。そういうなんて言うんだろう、なんかある、えちょっと私ミルク派だからミルクって言っとかないとみたいなじゃなくて、普通にミルク派なんで、オイルはなんか、まあオイルってやっぱさ結構ベタついちゃったりとかするんだけど、でもベタつかなくて結構サラサラになるし、ツヤ感がすごい出るんですよね。それもすごいまた素晴らしくいいなと思うんですけど、でもミルクの方はまあみんな多分ね、あんまミルク使うことないと思うんだよ。普通にさやってもなんかミルクあんま使わない気がする。やっぱオイルの方が使うこと多いと思うんですよ。でもミルクはね2プッシュくらいかな、やってこう髪にやるんですけど、すっごいねやっぱしっとりするんですよね。乾燥する髪の持ち主の方とかだったら結構やっぱありがたいと思います。しっとりするし潤い感が足されるので、プラスでいい匂いもするし、私は結構好きなんですよね。ミルク派、ミルク派、ミルク、そうそう、ドライヤー前にお風呂上がりのね、お風呂上がってにつける、つけ
けたり、でももうお出かけ前とかにもね、ちょっと少量ピュッてつけただけで潤い感が出されると思います。あ、やばい、この後デートだ、あーやっちまったーみたいな時でも、あの大丈夫です。あかぽこさん、ルーンありがとうございます。よしさん、トトイありがとうございます。パミュンデブニャンさん、ハートありがとう。そうですね、門脇さんに会う前はちょっと必須ですね、皆さん。男は黙ってシシミルクで、いや絶対オイルだと思う。皆さん使うとしたら、皆さんはどちら派ですか？どちらかというと、嬉しい。ありがとう。あ、嬉しい。オイルかなと思うけど、今回のミルクにも一回はなんか使ってみてほしいですね。ジジ、あ、どうしよう、わかんない。シシミミ派？おお、分かってるね。そう、私もね、結構髪がパサついちゃうので、ミルク助かるんですよ。毛先とか結構もう荒れ果ててるので。確かに、じゃ結構髪の毛染めてたりとかしてる子とかだったら、やっぱね、髪傷んじゃうからね。結構私は毎日やっぱりすごいたくさんアイロンとかかけるので、それで髪の毛が結構やられちゃってるところがあるので、そういう点ではすごくありがたい、助かります。ミルクまとまるし、仕事に行ってきます。行ってらっしゃい、頑張ってくださいね、今日も。でもにゃんばら、なおなおさん、ハッてありがとう。マックスかごしもさん、ハッて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 ありがとう。雨降ってないです、全然。もうびっくりするくらい晴天。うん、だって雲一つないもん。ちょっとそれ持ったかもしれないけど、今ここから見る限りでは雲はないかな。また、ああそういうことね。
明日雨だからこそこの天気。なくなった。え、ベテランになって、え、すごい、ポケモン GO、 私もポケモン GO やろポケモン GO やってたら結構なんかいろんなとこ行っちゃうあんま行かんかったけど私でもなんかあれだよね、ポケモン GO すぐ電池がなくなるけ、電源ん充電がなくなるからね。たまにやっぱなんか電車とか乗ってる時にね、ちらっとこうなんか見えるんですよ、その隣の人のなんか携帯とか。そしたらなんかポケモン GO やってたりとかする。あ、ポケモン GO だ、まだやってる人いるんだって。でも結構意外と結構いる、結構意外と結構いるやばい日本語。はい、では今日の配信はこれ見て終わろうかなと思います。昨日は本当にご迷惑をおかけしちゃって本当にごめんなさい。今日とりあえず今日もちょっと休んで、また明日から頑張って行きたら行きます。でも今日はあの夜に明日よろしく、昨日できなかった明日よろしくがあるので、ぜひそちらをチェックしていてくれたら、またメールとかで知らせると思うのでお願いします。で、本当にあの門脇さん元気なので大丈夫です。とあの CC ミルク CC オイル派の投票をしてくれた皆さんありがとうございました。これからも変わらず CC オイル CC ミルク愛してくださったらエッセンシャル様をエッセンシャル様を愛してくださったら嬉しいなと思います。これからもたくさん使っていきましょう。では皆さんありがとう。と13位マックス鹿児島さん、12位フライさん、11位ロコポコさん、10位スノヒルさん、9位焼きそばさん、8位パパミン、7位なおなおさん、6位ふっさん、5位しまかぜさん、4位ふうさん、そして第3位がポンタ、ありがとうございます。第2位がもーさん、ありがとう。そして今日の第1位が昔からおじいさん、ありがとうございました。はい、ふうさん本当に、ありがとうございました。今日の配信見てくれてありがとう。そして心配をしてくれて本当にありがとうございます。昨日お話しできなかった分をまたたくさんお話ししましょうね。では皆さんありがとうございました。ゆっくり休みたいと思います。では今日も一日お仕事とか頑張ってね。